こんにちは、クリエイターの荒本です。最初にレメ演奏として通して弾いていますので、お聴きください。ではまず予備知識としてですが、この曲のキーは F メジャーで、C だけフラットがつきます。構成はイントロ A、B、C という形になっています。ではイントロの見てから見ていきましょう。ここは音を切るタイミングなどのニュアンスが大事です。続いて左手。こちらも同じです。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて A です。右手から見ていきましょう。
ここはメロを弾きながら左手のコードを補う形になっています。続いて左手。こちらはコードとドラムの役割です。ではここまで一緒に弾いてみましょう。続いて B です。右手から見ていきましょう。ここはキー以外の音が出てくるので注意しましょう。続いて左手。こちらはそれぞれのニュアンスをしっかり出して弾きましょう。ではここまで一緒に弾いてみましょう。最後 C です。右手から見ていきましょう。メロディーはリズムに気をつけて強めに弾きましょう。今回はサビ終わりの間奏をアウトロにしています。続いて左手。こちらはしぶき刻みのコードです。ではここまで一緒に弾いてみましょう。
では本日のまとめとして最初から通して弾いてみましょう。レッスンは以上です。質問などがありましたらコメント欄にお願いします。またチャンネル登録や高評価もしていただけるとありがたいです。では次回のレッスンでお会いしましょう。